田村が占ってほしいのは今年新たに始めた方がいいこと。はい、女帝の聖地が出てきてますので、女性らしさのあるものっていうのが限定されますね。美容であったりとか、ファッションであったりとか、ネイルであったりとか、そういったものに、興味を持って、それをこう、じゃあ自分はそれやってみようっていうふうに、される側よりも自分がこう、施す側みたいなことを意識すると、世界がまた広がりそうな感じです。ありがとうございます。